小耳ちゃん、あの話の続き教えてほしいな。特に続きなど、いや、あるな。この話はお主に教えておこう。何何？どんなお話？わらわが紬に逆方の禁呪を施した時のことだ。あの、寿命と引き換えに力を得られるっておまじないね。そうだ、わらわはな、てっきり紬が拒否すると思っていた。紬の浅い考えを戒めてやろうと思ったのだ。だが考えが浅かったのはわらわだった。信長は魔王になり、紬は逆方の禁呪を求めた。紬ちゃんとしてはそうするしかなかったんでしょうね。魔王になった信長さんに手が届く強さが欲しかったんだと思うわ。そしてわらわは紬にそれを施した。わらわは疑っているのだ。紬が禁呪の負荷に苦しんでいるのではないかと。そんなことないでしょ。苦しければ相談してくれるでしょうし、そうでなくたって紬ちゃん、そういうのすぐ顔に出る方だもの。確かに腹が減っているとか喉が渇いたとか、最近では顔を見れば一発でわかるようになった。そうか、わらわの心配しすぎか。そうよ、危ない綱渡りだけど私たちはうまくやっているわ。まだ運命は私たちに味方してるって信じてる。そうだな、紬の強い意志が希望をつないでいる。まじないをかける間、あやつはずっと震えていたのだ。拳を握りしめて目をつむり肩を震わせていた。それでもまじないをかけ終えるまで、あやつはやめてくれとは言わなかった。紬は今もいつ寿命を使い果たすかという恐怖と戦っているはずだ。そうだったのね。やはりあやつは調律の巫女なのだ。いつの間にかわらわたちは言葉や行動に驚き、考えさせられ、そうして紬のことを信じて魔王に挑もうとしている。本当にその通りね。紬ちゃんの言うことならどんなに無茶なことでも信じられる気がするわ。イオちゃんはそれが初めから分かっていたのね、きっと。小耳ちゃん、よし、もう心配するのはやめた。どうせ紬が言い出したらわらわたちには止めようがないのだ。あやつが望むことを達せられるよう、わらわが持つ力の限りを尽くして支えよう。そうなのよね、そうしたいって思わせられちゃうのよね、紬ちゃんって。紬には言うなよ、こんなことを言ったら絶対に調子に乗るからな。そうかもね。分かったわ、これは私たち二人だけの秘密にしましょう。うむ。話してくれてありがとう。小耳ちゃんの気持ちと紬ちゃんの覚悟、心に留めておくわ。苦しい時きっと力になってくれると思うから。そうしてくれ。話はこれで終わり？いや、もう少し続く。前置きが長くなったが、今度こそ前の話の続きだ。聞かせて。紬は自分がそんな状態だというのに、謙信や信玄、信長のことさえ心配している。倒すべき相手のことを心配するなど、わらわにはとても真似できん。真似できんが、少し考え直してみた。兄や姉は本当にわらわが疎ましくて家を追い出したのだろうかと。暗殺されそうになったわらわの命を憂えてくれたのではないか。わらわを心配してあえて家督争いから排除したのではないか。わらわが4歳になった時のことだ。初めて陰陽の術を使った時、兄も姉もとても喜んでくれたのだ。
そんなことすら、わらわは忘れていた。小耳ちゃん。同じように、わらわも家督や権力が欲しかったのではない。ただ大好きだった兄や姉に、認めて欲しかったのだと気づいた。人の気持ちどころか、自分のことすら分かっていなかったのだな。紬にそれを教えられた。以前のわらわであれば、信玄もただの倒すべき相手だとしか考えなかっただろう。だが今、わらわは信玄と友達になりたいと思っている。おかしかろ？いいえ、ちっともおかしくなんてないわ。小耳ちゃんも、紬ちゃんに感化されちゃったのね。ふん、お互い様だろ。話は終わりだ。どうだ？面白かったか？ええ、とっても。聞かせてくれて、ありがとう。ならばよい。わらわも話した甲斐があったというものだ。武田様の足跡を見つけました。途中から走っているようです。おそらく、合流地点が近いんじゃないでしょうか。すぐに！って、あれ？紬お姉様はいないんですか？向こうで寝ている。少しでも体力を回復しておきたいらしい。そうですか。私、お姉様を起こしてきます。おはよう。15分くらいお昼寝すると一晩寝たのと同じくらい効果があるんだって。知ってた？何の効果かは知らんが、どういう神経をしていれば明快で昼寝できるのだ。本当にお主は繊細なのか図太いのか。繊細？図太い？何の話？うるさい。ほら行くぞ。いよ、案内せよ。信長の居場所まで一気に詰めるぞ。しちゃおうかしらね。周囲を警戒しましょう。もののけ大使なら手慣れたものだ。やっそれやっそれコミプそれちょそれやそれやっ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 コミミそれそれいどやっつダメ。
注意してください。ヤゴン、アペイラカー、ヤゴミニちゃん、ヤゴン、いけ、どうだ、シンゴン、ヤゴン、よーく相手の様子を見るのだ。その調子よ、シンゴン、いけ、もう少しで倒せそうです。まだまだ、雷拳ファン、紬お姉様、お怪我はございませんか？これぐらい簡単よ、万事順調だ。落ち着いていこうね。お縄の術、それそれ、嫌だな、落っこちないでね。お縄の術、それ、こんな感じかな。さすがです。敵が出現したぞ。何か嫌な予感がする。小耳ちゃん、照れるのだ。出ない、どうやはり、周りどうだ、おりゃおりゃ、滝落とし、おりゃ滝のどうだ、どうよ、やはり、いっヤゴン、ダメハシリボタン、それ、ドン、ヤゴン、あいつら、ドン、ヤゴン、気配が変わった。気をつけましょう、周囲をよく見るのだ。つむぎちゃん、勝利の秘訣は忍耐だ。シリボタン、それ、いけ、おりゃ、それ、鋼さん、ドン、ヤゴン、小耳ちゃん、離れた、ラッパ、あいつら、それ、ドン、ヤゴン、チリボタン、イオちゃん、それ、ドン、ヤゴン、ドン、ドン、ヤゴン、ハガネさん、ビビるなさい、ドン、ヤゴン、あいつら、さすがね、いい感じだね。やばっ！
はいらないわよ。あいつら、お主の力はそんなものではなかろう。いけ、やば、まあ、ご自分の力を信じてください。やそれやば、もう少しで倒せそうなのだ。つらあいつら、いけそれやば、来賢射出。完璧、調律の巫女として認めてもらえるかな。これが神獣たる賜物前の末裔大陰陽師の力だ。